高野指導部長が本当にその杉並区教育からの情報もメールの情報も伝わってなかったとしたら、都教育の情報管理、管理システムには問題があったと思いますけれども、どこら辺に問題があったのか明らかにしてください。はい、回答は、問題があるとは考えていません。ひどい。あってはならない誤りが、それ認めてんだよ、都議会で。あってはならない誤りって認めたんですよ。あってはない誤りが伝わっていたのが伝わってないのになぜ問題がないの。所管の方の回答は今私の方で申し上げております。ちょっと信じられないね、信じられない。こういう不適格者ぞろいじゃないですか。あってはならない誤りって都議会で認めたんですよ。それが伝わってなかったのに何問題ないんですか。繰り返しになっちゃうんですが、担当の方からは問題があるとは考えていないという回答でございます。組織ぐるみで嘘をついて都民を騙してるっていうことを公にしていいっていうことを言っているっていうことになるわけですよね。それも私の方からそうですよね、だってそうしか考えられないですよね。そう、情報課もそうだし、指導課長の方もそうだし、両方が嘘ついて都民を黙らかすと、木で鼻をくくったよ、それで通ると思ってるんですね、いうことを公言している。それで通ると思ってるんですね。そうだよ、私の方からは。どれだけ加害されているかっていうと、それは都議会議員だって愚弄してるんですよ。あれだけ都議会で問題になったじゃないですか。民主党の都議だって、まあ、結果的に請願には賛成しなかったですけど、あまりにもおかしいって質問してるでしょ。あなた聞いてたでしょ。自民党の都議だってさすがの小賀ですらこれはまずかったねって言ってました。ああ、そうだな。そんなまずかったのに問題はないってどういう意味。そうだ、これから直してくださいっていうことをね、小賀都議が言ってたよ、ちゃんとそうしますって答えたじゃないですか。小賀都議に言われたことも守らないの仲良しやね。指導部長はそうしますいませんって言ってたじゃないですか。それでなんで問題がないのよ。守る気がないし直す気がないっていうことをここで明らかにしてるってことですよね。反省も改善もないじゃないですか。はい、次行ってください。もうしょうがない。はい、じゃあ要するに高野指導部長が本当に知らなかったとしても大問題なんですよ、これ。指導部長不適格者じゃないですか。こんなあってはならない誤りを知らなかったの。はい、答え。はい、指導部長の議会での答弁に問題はありません。あってはならない誤りを犯しておいて、なんで指導部長が気がつかないのに問題はないんですか。私の方からはあ、じゃあもういいですよ、じゃあ早速いきます。はい、要するに個人情報漏洩の違法行為をね、やったわけですけど、謝罪も何もしてないし、もちろん処分もしない、さっきのと同じ答えなんですけど、でも一般的には懲戒処分してますよね、違法行為を行ったものはね。なぜ一般的には施行法違反者処分するのに、なぜ増田の場合の個人情報漏洩という違法行為をやった人には処分しないんですか。理由を言ってください。はい、回答につきましては、東京都教育委員会は、法令等を遵守ししてないって、してないってしています。してないわよ違法行為って確定したじゃないですか。遵守しなくなんだ、もう一回聞こえなかった。遵守し教育行政を推進しています。だから遵守してないって最高裁で確定して都民の税金から尻拭いしたじゃないですか。私に27万円私もらいましたよ、都民の税金からの尻拭いを。遵守してないじゃないですか。私の方からは申し訳ありませんが、具体的にですね。なんで？こう答えられないんだったらね、担当者いつも出せって言ってるんだけども、そうそうそう、もう間に入ってるあなた方じゃ話にならないんだよ。職員課長呼んできてください、次は。仕上げ。そのような、今の要請につきましては、所管の方に伝えさせていただきます。伝えるだけね。引っ張ってきなさいよ。伝えさせていただきます。はい、じゃあその次、元七尾養護学校の金崎校長についても裁量権乱用の違法行為って確定しましたけど、きちんと公式謝罪を行いますか。回答につきましては、最高裁判所の判決に基づく必要な手続きについては、原告に対し誠実に行ってまいりますが、そのあまりのことについては考えておりません。なんで謝罪を行わないんですか。違法行為を行って人権侵害をしたのに、なぜ謝罪を行わないんですか。私の方では答えていません。じゃあその次、この違法行為ですね、金崎校長を陥れた、
冤罪ですよね。別に何も問題はなかったのに、問題があるとして平教員に降格した、それは違法行為だと確定しました。つまりこういう違法行為を行った職員を懲戒処分しますか。はい、回答は、処分については考えていません。なんでですか。東京都教育委員会は、法令等を遵守ししてない、してないね、推進しています。ちょっとあなた、ちょっとそのしてないって確定したでしょ。私の個人情報漏洩の時もこの七尾洋学、他にもいっぱいありますよ、確定した違法行為、はい、違法行為をいっぱい犯しておきながら法令を遵守しっていうのは成り立たないでしょ。あなた一人の公務員としてどう思いますか。分かるでしょ。すいません、お答えできません。でもその通り分かって、それでどうするか考えるのはあなたの役目じゃないですか。いや、こんなこと繰り返してどうするの。私の方は皆様の方の、要請等に行きまして、いやいや、じゃあ一般的に、あなた普通の公務員として一般的な場合を考えて、はい、回答してください。すいません、答えできません。なんだまた。だって、いや、テープレコーダーで持ってきて流すだけでいいじゃないかよ。伊藤情報課長は一般的には処分しますねぐらい言ったわよ。係長は言えないの、それ。私の方からはお答えできないです。なんで、係長だから、ね、係長だから言えないじゃん。伊藤情報課長のお墨付きがあれば言えるわけ。伊藤情報課長はさすがにそこは言ったわよ。一般的には違法行為は処分します。まあ、伊藤と私また違いますんで、私の方では違うというのは考え方も違うでしょうしということですが、何、私も私については、すみません、ちょっとここではお答えはできません。お答えできないってことは、一般的には違法行為を行った職員は懲戒処分するっていうことも認められない、判断できないってことは、あなたの頭じゃ。いや、もうそこも含めてすいません、お答えは。なんでなんだ。情けないな。公務員に近いな、本当に。そういうことはしてる方が不適格。だって普通の判断力くらい示したら、一般的には違法行為やった処分、職員は処分されるでしょ。非行為でしょ、違法行為を行うことは。非行為ですよね、違法行為を行うということは、公務員が。はい、そうですよね、はい、そこまではさすがに認められますよね。はい、でもなぜこの都教委のこの違法行為をやったもの、非行為をやったもの、あるいはあんなその都教委で大恥、あの都議会で大恥かくようなずさんな仕事、仕事のうちに入らないですよね。まあいいだろう、全然教科書は違ってんのに、前の教科書と同じデータでいいだろうなんてさ、そんなのやった職員をさ、そういった職員だけは処分しないわけ、おかしいと思いますよね。どうしようもないです。とにかく職員課長を引っ張ってきてください。あの伊藤課長と2人で挟んでくれば来るでしょう。あの今要請、あの要望につきましてはお伝えさせていただきますので。でも本当にさ、あのこのあったら何の過ちって都議会で認めながらそれでも問題はないっていうその姿勢って、あなた本当に信じられないと思いませんか。の考えは話しません。だって自分自身で税額が判断できなくて公務員やってられるわけよ。しないのが公務員になったら大変だよ。そのなの職員は、そうなんだ、都教委の職員って自分で税額が判断つかない人が適切な人なの、適格公務員なの。それもお答えできないですね。すみません、私の法廷は